ベンダス、スカイチーフ。1940年代、バルジュ72。手巻き、クロノグラフ。今回ご紹介するのは、ベンダスの手巻きクロノグラフ。パイロット用に製造された、スカイチーフです。本品は、ロレックスのデートナにも採用された、完成度の高い傑作ムーブメント、バルジュ72を搭載したヴィンテージモデルです。文字盤はミラー調のブラックカラー。全数字とバトンハンドの組み合わせ。インダイヤルは、3時1に30分積算系、6時1に12時間積算系、9時1に永久秒針が配された3カウンター。カルタ雰囲気が味わい深い風貌です。SS ケースはラウンドフォルム。裏蓋はスナップバックです。ベルトは、車外の引き通しタイプです。現行品にはない、アンティーククロノの魅力あふれる一品です。ベンダス。ベンダスは、1920年代初頭にスイスで誕生した時計メーカーです。第二次世界大戦、ベトナム戦争では、米陸海軍の軍用時計として活躍しました。スイスのブランドでありながら、アメリカの名門ブランドを抑えて、米軍に採用されるほどの、高い信頼と技術力を誇っていました。当時のミリタリーウォッチは復刻モデルが販売されるなど、ベンダスブランドは今なお人気を博しています。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止、機能はありません。クロノグラフ操作、クロノは、右上のプッシャーがスタートストップ、下のプッシャーがリセットです。サイズ。ラグ幅は 18mm。ケース径は約 35mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 42mm、厚さ約 13mm、風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンテ。